西川京子は、日本の政治活動家、自由民主党所属の元衆議院議員、自由民主党福岡県支部連合会顧問、日本女性の会副会長、厚生労働大臣政務官、厚生労働副大臣、文部科学副大臣を務めた。2016年10月1日より、九州国際大学学長に就任。夫は、 元熊本県足北郡つなぎ町長の西川博士。東京都大梅市生まれ。都立武蔵高校を経て1968年、早稲田大学教育学部卒業。1969年、銀行員だった西川博士と結婚し、熊本へ移る。1996年、自由民主党熊本県連女性部長に就任。 2000年の第42回衆議院議員総選挙に自民党の比例九州ブロックより立候補し初当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙も引き続き比例九州ブロック単独上位で処遇され再選。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では優勢民営化法案に反対票を投じた。 事件小三郎元郵政大臣の対立候補として、熊本から福岡に地盤を変え、自民党公認で福岡10区から立候補し参戦。この選挙では、当初、形成不利の状況にあり、自民党福岡県連の幹部からは、みかん箱に乗って一人で頑張ってくださいと言われた。西川は、みかん箱に乗って各地で演説を行い、みかん箱おばさんと呼ばれるようになった。 当選後、支援組織名は、かん箱の会とした。2008年11月18日の国籍法改正案を議題とした本会議では、法務委員会での審議が不十分として、赤池信明、牧原秀樹らと共に採決前に退席した。同年8月30日投票の第45回衆議院議員総選挙に公明党の推薦も受け再び、 福岡10区から立候補したが、選挙区、比例ブロックいずれでも落選。その後復活を目指し、地元で活動を続けていたが、2012年4月6日、自民党衆議院、福岡10区支部長に山本光造が決定。西川はこれに反発し、第46回衆議院議員総選挙に無所属となっても立候補する意向を示していたが、麻生、 安倍晋三らに説得され、比例九州ブロック単独候補として、立候補を表明。選挙では、山本以外の選挙区候補者33名が、名簿1位扱いで、重複立候補していたため、それら候補者に次ぐ34位の定位に置かれたにも、かかわらず、自民大将により、九州地区の選挙区で敗れた候補者が2名しかいなかった、ため、党3人目の順位で4選。 国政に復帰した。派閥は初当選以来し卒会に所属していたが、国政に復帰した後はため公会に所属。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、比例九州ブロック単独での立候補を表明。比例順位32位であったこともあり、落選。同年12月15日、国政からの引退を表明した。二千十六年九月十一日、 学校法人九州国際大学は10月1日付にて西川の学長就任人事を発表をした。2017年4月29日付の春の叙勲で朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。